はい、どうも皆さん、こんばんは、モシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イースタリアム、XRP、IOSP、カルダのエイダ、ポルカドット、バイナンスコイン、 えー、そして、えー、ステラルーメンですね、今日は8通貨見ていきたいと思います。今日がが2021年の10月の13日水曜日、今が17時32分ですね、えー、を回ったところです。今日はちょっといつもとですね撮影環境が違う関係で、まあ、音質とかね、映像とかが若干違いますけれども、内容に関してはいつもと同じく、えー、総分析と戦略構築、そのあたりをです、ね、やっていきたいなというふうに思っております。で、えー、っと月曜日から募集しましたグローベ e スなんですけれども、えー、今回、ですね定員上限に達しましたので、先ほどですね募集ページ締めき、締め切らせていただきました。 えー、皆さんたくさんのご応募いただきありがとうございます、えー、次回の募集に関しては11月の中旬頃をです、ね、予定しておりますのでよろしくお願いいたします えと今日の仮想通貨市場ですけど、ビットコインがです、ね、若干下がってきました、でそれと相反する形で,です、ねえー、アルトコインが若干、ね、強含んできたかなという,ふうな印象ですね、ちょっと今日の仮想通貨市場の動向から見ていきたいと思うんですけれども、はい、こんな感じでビットコインがです、ね、4%下げたんですね、でイーサリーもまも若干下げたんですけど、その他アルトに関しては結構、堅調な動きをしている通貨が多いということですね、このあたり、ドミナンスを見ていくと、直近ではビットコインがです、ね、ドミナンスをずーっと上げてきました、えー。そういった状況の中でで直近で一旦、ね、下げて できたかなというふうな状況でこれと逆相関するような形でこのアルトコイン軍のドミナンスがですねちょっとね上がってきたかなというふうな形状となっておりますまあ個別通貨ごとに見ていくとバイナンスコインに関してはねファンダメンタルズあったのでその辺りも紹介しますけれどもステラルーメンだったりとかここもね結構注目の動きをしておりますのでその辺りね今日は拾っていきたいなというふうに思っております、えー、このチャンネルでは仮想通貨関連それから世界経済のニュースをピックアップした後に相場分析と戦略構築をやっていくチャンネルになっております なり方だったりとか、あとオンチェーンのね見方だったりも、えー、よくねわかるようになってくるかなと思いますので、ぜひチャンネル登録いただければ嬉しいなというふうに思っております。もうすぐね5万人ですので、5万人いったらまたね、えー、記念ライブみたいなことをやっていきたいなというふうに思っております、えー。じゃあまずはですね、今日の日経平均の状況から見ていきたいと思うんですが、今日日経平均は続落ですね。先ほど私はそんなに大きくないんですけど、0.32%安の28,140円で終えたということですね。で世界経済の減速懸念、まあ今世界的にですね、インフレの懸念だったりとか、まあ、あら 部品だったりのこう生産がです、ね、なかなかできないという関係が続いておりましてサプライチェーン全体としてスムーズに、ね、回っていないというところからも減速懸念が広がっているというふうな状況ですね、まあ、中国の問題なんかもありますけれども、えー、そういった状況で運用リスクを回避する動きがやや優勢となったということが言われておりますでこれを受けてダウンの先物に関してもですね今0.2%ほど下がっているかなというふうな状況ですよね、まあ、欧州通貨に関してもちょっと、ね、弱含んできてるかなというふうな状況ですけれども、まあ、今日に関してはですね一番注目なのが アメリカのですね9月の消費者物価指数、CPI が発表されるということですね。で今回、予想に関しては前,前回の結果とは全くですね同じようなまあ、横ばいだろうという,ふうな、ね、予想となっておりますが、これをちょっと乖離してくるということになれば、さらにですね物価上昇、いわゆるインフレ圧力がですね強まって懸念が広がって、長期金利なんかも上昇して、またですねリスクオフのようなマーケットになる可能性があるので、そのあたりはですねちょっと注意したいところかなということですね。あと翌日ですね午前3時に発表される FOMC の議事要旨に関しては、9月のですね、テーバリングを開始すると発言した時の議事要旨になっておりますので、この辺りもね、えー、かなり注目が集まっているという風な状況ですね。はい、今日の21時半と、えー、翌朝のですね、午前3時ですね、この辺りの動向はしっかりね、注意しておかないといけないかなという風に思っております。ここから仮想通貨関連のニュースいくつか見ていきたいと思います。1、えー、つ目、バイナンスがですね、10億ドルのファンドを立ち上げました、えー。バイナンスマートチェーンのエコシステム開発に向けてということで、このファンドは人材開発、流動性イン プログラム、ビルダープログラム、まあいろんなですね分野にわたって支援を行っていくということで、メタバースやゲーム、バーチャルリアリティ、それから人工知能などが含まれるということですね。まあこの発表を受けて BNB なんかもですね大きく上昇してきましたけれども、今後の BSC に関してはですねかなり期待したいニュースがですね出てきたんじゃないかなというふうに思っております。それからビットコインの先物の,の ETF なんですけれども SEC による承認が2022年まで延期されるんじゃないかということで,ですねこの調査会社 CFRA の トッドさんが言っているということですねまだ時間がかかりそうだと言っていますまあ、直近ではこのビットコインの先物のの ETF に関してですねかなり期待が高まっていてえー、まあ10月中には承認されるんじゃないかということで、えー、今のビットコインもですね期待上げのような形で上がっているという風な背景も一つねあるんですけれどもまあ、それがですね先送りになるんじゃないかとそしてその可能性は非常に高いんじゃないかということをですねこの方は言っているということですねまあ、SEC もですね仮想通貨の規制をね、えー、しっかり整備していくっていうこともですね明言していますけれどもまあ、それがね明確に になってから、えー、承認されるんじゃないかということをですねこの方は言っているということですねまあ、これは仮に現実のも,ものとなって ETF 作業がね後ろ倒しになったとしても僕はそんなに価格への影響っていうのはないんじゃないかなというふうに思っておりますまあ、これもあくまでね、えー、予想ですので最新の動向をチェックしていきたいなと思っておりますまた最新のニュースがありましたら、えー、報じて、えー、取り上げてね行きたいと思っておりますここからちょっとオンチェーン見ていきましょう、えー、PI サイクルトップインジケーターこれたまにですね僕のチャンネルで見ているやつですけど111日移動平均線のこの オレンジと上がですね日の移動平均線これがタッチするところで過去のオールタイムハイっていうのは、えー、正確にですね迎えているというふうなところがですねあるということを言っていたと思うんですけれども一方であとね111日移動平均線とか価格との相性がね非常にいいんですよね。これ見ていただくとサポートレジスタンスかなりね機能しているっていうことがよく分かるんですけれども直近のところでしっかり明確にこの111日を抜いて一発戻してですねそこでサポートされてさらに一段高値を更新 してきているという風な動きがあるわけですねで過去の動きを見ると一回これ抜けてね一発目で戻してきて再度ねこの111日移動平均線を戻してくると割ってくるという風な動きっていうのはですね過去何回も見られているわけなんですけれども一方で一回ねちゃんと111日移動平均線を抜けてサポートされた後っていうのは過去の傾向を見るとそこから上昇相場がですね作られてくるという風な傾向があるわけですねでここの最近のところを見るとしっかり抜けてサポートされて上昇に向かってきたという動きがありますので 過去の傾向からいくとえここからさらにですね価格とともに101自動平均線も上昇してきて最終的には緑とオレンジのラインがタッチするその時に価格は10万ドルに達しているという風うなところがですねやっぱり今のところもね考えやすい環境にはあるんじゃないかなという風うに個人的には思っておりますえそれからグラスノードのデータを見ていきたいと思うんですが直近ずっと見ていたこのステーブルコインのですねステーブルコインサプライレシオいわゆる SSR という指標なんですけれども要はステーブルコイン全体がですねどれぐらい今買い余力を持っているかという いうことを示す指標になるわけですけれどもまあ、直近ですねこの SSR の指標はかなり上昇してきているということでまあ、価格も一緒に上昇してきておりますけれどもまだまだねステーブルコインは買っていく余力があるよということがですね示されている,いるということで引き続き強い傾向となっているんじゃないかなと思っていますで今日ねちょっと注目したいのがこのステーブルコイン絡みなんですけれどもこのテザーの取引所へのですね流入がめちゃくちゃ大きくなってきてるんですねこれ直近2年間ぐらいのチャートを映しているんですけど明らかに過去3 最高ぐらいのですね、えー、高い値まで上昇してきてるということですね非常に今取引所に、えー、テザーがですね入り込んでいるということで S S R の指標も上がってきてるっていうこともあるんですけれどもまあ、こういった動きっていうのはやっぱりねテザーを預けてそこから何か別のコインにですね交換してっていう風な動きに繋がる可能性が高いということでまあ、強気の指標として見ることができるんじゃないかなと思っていますここちょっとね直近注目しておきたいところじゃないかなと思っています、えー、それからいつものようにですねビットコインのアドレス数ですね小口大口の動向を見ていきたいと。 思うんですが、えー、昨うもお伝えした通りですね小口のえビットコインのアドレス数がね若干こう下がってきているというふうな状況ですね明、明らかにこれまでのイケイケどんどんのね上がり方じゃなくなってきているという感じで、100BTC 以上持つアドレスの数もですね下がってきておりますよね、えー、それから1万 BTC 以上持つアドレスの数も結構ね下がってきているというふうな状況がありますので、ちょっと一旦ねここまでの上昇というのは落ち着いたかなというふうな印象を受けますよね。ででイーサリアムに関しててても、まあ、直近ずっとですね上げてきていた 増えてきていたわけなんですけれども、まあここにきて0.1や1それから10まあまだね10は伸びていますけれども100いい差だったりとか1000とか1万まあこの辺りも、ね、結構横ばいになってきておりますのでちょっと一旦落ち着いてきたかなというふうな印象を持っております。まあここまで主要通貨がですね勢いよく上げてきたっていうところがありますので、まあここで一旦落ち着いた資金がですねあるところに流れてくる可能性があるのかどうなのかその辺りに関しては過去の傾向を見ると当然ながらそういった流れになることが多いですけれどもその辺りは個別通貨 ですね、テクニカルも見ながら分析していきたいなというふうに思っておりますじゃあ、チャート分析ね、このまま入っていきたいと思いますはい、それではですね、えー、まずはビットコインの日足から見ていきたいと思います、今のビットコインの価格が5万4900ドル、日本円でいうと、えー、624万ということで今日、ーセン2%ほど下がってきております、でやっぱり鬼問となったのは、この、えー、5万8000ドル付近の価格帯でしたね、えー、上昇の平行チャンネルの上限値にタッチしたところから、いったんですね、反落されてきているというふうな状況です、でまずですね、一つ注目のポイントになるのが、ここの5万2800ですね。えーここ ここまでま下げられるかどうかっていうところが注目で、ま移動平均線もね今上昇に向かってきておりますので、え今度ま注目なのはこの20銘柄なんかにですね当たるポイントでサポートされてもう一段ね上に行けるかどうかっていうところが注目のポイントになってくるんじゃないかなと思っています。まあアレーサイ的にはですねまだそんなにめちゃくちゃ変わりすぎっていうところではなかったんですけれども、直近の傾向を見ると70付近で相場が転換しているっていうところもですね見受けられますので、まそこからしたらまこのあたりからですね一旦調整に入ってまた下で買い支えされてさらに。 でこのまあいっ調整している間にアルトにですね資金が流れてくるっていうふうな考え方は可能性としては全然考えられるんじゃないかなということで、まあ、ビットコインもねそれでも大きな下落というか、まあ、その5万ドルを割るような下落っていうのはですね今のところ起きないんじゃないかなと思いますやっぱり下も下で硬いですので、まあ、5万ドルぐらいまでいく可能性はありますけど4万8000とかねこの辺りのレンジをぶち抜いてくるっていうのはちょっと考えにくいかなと思います。まあ、移動平均線的ににもいいいっぱいね下下ておりますので下のので硬さっていうのはかなり ある状況じゃないかなと思っています。で、まあ過去最高値を捉えるかどうかっていうのはもう本当にこの5万8 0 0 6万ここを抜けるかどうかにかかっています。これを抜ければ一気にね過去最高値で止まるというよりはもっともっとですね上昇していくと思いますので、ここが直近のですねまあ、今年の年末までにかけた重要なですねポイントになってくることは間違いないんじゃないかなと思っています。インサネームに関しても若干ね反落してきておりますが移動平均線は下にねいくつも控えておりますし、この赤のバンドに関しても支えられる可能性非常に高いですのでやっぱり下がってきたところ。 買われる相場になってくるんじゃないかなと思っています、まあ、そんな中で短期的には m a c d がですねデッドクロスしそうになっていたりとか RSI もねまた50を切りそうな感じになっておりますけれども、まあ、やっぱりこのあたりに関してはですね過去の出来高も非常に大きい価格帯になりますので支えられてまあ横ばいになるというか、まあ、なかなか動けないっていう風な相場になってくる可能性の方が高いんじゃないかなという風に思っております XRB に関しても一旦上行ってから戻ってきたということで行ってこいみたいな相場になってきているわけですけれどもやっぱり移動平均線の形状を見ると下にねいろいろ控えていて 全部上向きっっていうところもありますので一旦下前回は、っっすいいなななててくるんじゃないかなと思っていますその中でやっぱり直近注目されるのは高値の切り下げラインですね、ここからここに高値をですね切り下げたラインが引かれます、それから安値に関しても切り上げていますので、まあ、三角持ち合いみたいな形にです、ね、なってきたかなというふうな感じですね、まあ、収束に関しては11月に入るということになっておりますけれども、こういった移動平均線サポートされながら上昇ですね上にブレイクしていく可能性は非常に高いんじゃないかなというふうに、今のところは思っております。 で、IOST がですねずっと弱い状況を続いているんですが、なんとかですね昨日のところも大きな下ひをつけて守りましたよね、4.6セントまで下がったんですけど、ここで一気に、ね、反発してきて、また5.3セントに値を戻してきたと、今が5.2セントですけれども、まあ、直近、かなり重要なポイントがですねずっと続いているわけですけれども、今のところ、ですねここの硬さっていうのをしっかりね、誇示できているんじゃないかなということで、ここから5.3セントを抜ければ、移動平均線も全部抜けていくことができますので、かなり強気の目線に一気に変わってくる可能性も もあるかなと小さな力で大きくです、ねえー、上昇相場が見えてくるという風な環境も考えられますのでなかなか今、ね、手を出すというよりはしっかり5.3セントを抜けたところからロングに入れば短期的にもです、ね、利益を狙いやすい環境になってくるんじゃないかなと思っていますで体のがです、ね、三角持ち合いを下抜けてしまっております、まあ、下抜けたからといって大きな、ね、下落にはつながっていないんですけれども、まあ、今4時間足ぐらいで見るとやっぱり移動平均線密集の中で三角持ち合いを抜けたということで今から上昇を向かっていくのは結構ね厳しい環境にはなっているんじゃないかな と思いますただこれはあくまで短期的な話ですね冷やしで見ていくとやっぱりこの下のですねこの辺り2ドルのこの水平線ではかなり、えー、強いということがですねよくわかるんじゃないかなと思っていますでその下には1.8の水平線もありますのでまあこういったラインを全部ぶち抜いていくっていうのはちょっと考えにくいかなとは、えー、個人的には思っておりますやっぱり下がった相場はね、えー、変われる展開というのは続いていくんじゃないかなとは思っていますはい、ここまでやっぱりねすごい上昇を見せてきた体のですので一旦ね調整されてまたもう一段ね上がっていくというようなシナリオで今のところそんなにね弱気 なる必要は全然なななないいいいいんじゃないかなと思っててままますすすポルカドットに関しても同様ですね非常に強い動きがまだ続いておりますなので大きな指摘をつけて下のね回反発力っていうのも確認しながら上がっている状況ですしやっぱり移動平均線との位置関係非常にいい形になっていますよねなので今から移動平均線上がっていくにつれてサポート圧力強まりながら、A、40のねこのレジスタンスラインをしっかり抜いていくことができるような環境に今はねなっているんじゃないかなというふうに読んでおります でバイナンスコインがですね三角ち合いを抜けていきましたで移動平均線これ完全に密集していた中での上昇ですのでこれは相当ね強いというかえ上昇トレンドがですね発生する可能性が高い形状になってきたんじゃないかなと思っています出来高も上がっていますしでマクディもプラス系にちょうど入ってきましたし RSM、SI、も50を回復しましたということでえ今からまあ上昇していくのであれば今上昇平行チャンネルの中で動いておりますのでえまあチャネル上限でいうと563ドルとかまあその上でいうと600ドルとかっていうね水平線もありますけれどもまあこういったラインまでです、ね。 上昇していく可能性が出てきたんじゃないかなということで、今ね、かなり注目のポイントかなと、ここをしっかり明確に抜ければ、600ドルもね、目指せるような環境になってくるんじゃないかなと思っています。最後にステラルーメン見ていきたいと思うんですが、ステラルーメンね、まだちょっと上げきれていない中で、三角ち合いの形になっているわけですね、で上値に関しては35セントのところでずっと抵抗されているということで、なかなかここ抜けられないんですけれども、注目なのは、まあ、移動平均線がね、いくつか下に入ってきて、サポート圧力が強まっている環境であるっていうところは一つなんですけれども、もう一つなんですけど もう一つは、まあ、ここ見てください5月のですね19日に大きく急落しましたよね、ほとんどの通貨っていうのはこの急落水準から大きく上昇しています、まあ、あの値を戻してきているというわけなんですね、ただ今のところ、このステラルーメンを見ていくとまだ急落したところの水準ぐらいで動いているわけですよ。 他の通貨を見ていくとこの急落水準からかなり、ねあのー、もう伸びているっていうのがよく分かりますよね。一方でこのステラルーメンに関してはまだ、ね、急落水準と同じぐらいのレベルで動いているということでまだ戻せれていないんですよね。でずっとパワーを蓄えているという状況からすると、まあ、こ,うこういった、ね、三角持ち合いと移動平均線全部抜けるという,ふうなポイントが今、ね、重なっておりますけれどもえこういったラインを抜けていけばです、ね、一気に反発するという,うな可能性もあってえ資金が、ね、集まってくる可能性もあるかなと思いますのでちょっと直近、この35セントを抜けるかどうか。で抜けたところは、ね、 短期的にロングを仕掛けていってもいいいっもんじゃないかなかというにに個人的には思っておりますということで今日も8通貨見ていきました、まあ、今のところねおおむね堅調に動いてきているわけですけれども、まあ、ビットコインとアルトコインのですねその逆走感というか関係性がね今後かなり注目されてくるところになるんじゃないかなと思っていますやっぱりビットコインが下げればあるとにね資金が流れるっていうふうなところは、えー、世界中のトレーダーがですねおそらく意識しているところだと思いますので、まあ、この辺りドミナンスなんかも確認しながらあとは個別通貨ごとにテクニカルを駆使してトレード戦略を立てていくというところがですね非常に大事なんじゃないかな と思いますあとは今日の夜ですね、注目の指標発表ありますので、そのあたりも警戒しておきたいところじゃないかなと思っております。ということで、今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。